名前は春、4歳になります。交通事故に遭って瀕死だったところを保護された保護猫です。2回の手術と4ヶ月の入院治療を経て元気になりました。後ろ両足が動かない障害が残りましたが、そんなことはもろともせず、爪を立てて身体を滑らせて勢いをつけ、テーブルの上のネズミおもちゃを捕まえます。段ボールをガリガリかじって破いて遊んで顔を出します。よく食べて、よく遊んで、よく眠り、いつも元気いっぱいです。